阿蘇大橋のですね、旧阿蘇大橋のちょっと遺構、要するに、まあ、落下したまんまのとこですね、をちょっと見に来ました。ここはですね、阿蘇大橋の、まあ、慰霊碑、まあ、熊本地震なんとか慰霊碑ですかね、慰霊碑となってますね。転落したって、こちら震度6強、30名が転落中となりましたって。はい、これ。違う、どっちかって。傷が入ったね。落下せんように固定はしとってあらや、どうも穴まんまやんねえ。競馬も熊本置いたが穴まんまですね。電車が、汽車が通っています。阿蘇港、阿蘇鉄道ですね。あれも向こう側行ったんですね。山肌が剥げてますね、やっぱり。だいぶやっぱり落石があったと思います。ここに、阿蘇大橋の残骸、要するに、標識がありますね、元の。こっから落下をしたと、ガシャーンと断層がずれることになってですね、ガシャーンと、ガシャガシャーンとですね。でこちらは大穂の保全を工事をしていますと。で、9月21日までね。でもこれ以上はちょっと無理だと、入ることはできませんと。直後はこういう山肌が剥げて、もう山肌ごと崩れたって感じですね、これ。こんななっとったとこ。うわぁ、あのマンション住んどったやつ、怖かったろうなぁ。これはここでなんかあった場合ね。断層がね。あ、じゃあ戻ります。これは今は亡きのバス停留、三光バスのバス停留場ですね。もう今はもう通らない、向こうを通ってるんでしょうけどね。ここら辺ですかね。ここら辺がちょうど、こんな残骸が残ってますね。いやー、断層がこれもう完全にずれ落ちてますね。完全にこう動いてるっていうかな。なんかそこに電信柱みたいな、あ、元ここに架線が通ってたんですね。送電線自体もないですね、ここ。ここら辺に送電線が走ってたようですが、まあ、それすらないと。ということですね。ああ。それすら、ちょっと撤去されてるようですね。なんか、はい。ちょうどそこに送電線があったようですが、もう送電線ごとなくなってますね。もう、撤去したみたいですね。うわ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 。橋という橋はですね、阿蘇大橋だけじゃなく、もう、周りの橋は、大体落ちてるようですね。工事やってるんですかね。ガッチャンガッチャン。わあ、見なかったんですね。ああ、なんかダンプが工事をしてますね。こ
これは落ちてるのか、崩壊してますね崩壊してるんでしょうね、これ。でも隙間から入れますね、これ。なんか入れるっぽいですね、これ。入っちゃいかんやるけど。わあ、これは崩壊したというよりかは、はしごとなくした、危なかったんで撤去したってことでしょうか。何も残骸がないですね。ね、とりあえずすごいですね。ここも橋がないと。はい。